こんにちは。今回は、時町物語を現時点でも完成可能ということが分かったっていう動画になります。はい、時町物語の最終巻である、破れたページ5で本では6巻のページなんですが、釣りでしか釣れません。自分は、1スポットで1枚しかページを取れないと思っていたのですが、どうやら違うようです。こちら、プレステのトロフィーなのですが、時町物語コンプリートが全体の 0.1 います。つまり、釣りで全部釣り切ることができるようです。頑張る人は頑張ってください。自分はもう、釣り575匹釣って虚無なので集めないかも。サブアカがどうのってコメント来たけど、そもそも釣る方が供養だからな。というか、観賞魚で釣り堀経営とか、釣りレベル実装とかしてほしいな。いつも通りドラクエ10くらいしかサブ要素に釣りのあるゲームしたことないんですが、育成素材とか、武器素材取れたんよね。それで釣り堀も経営できたし、今後どうなるか期待としますかね。あ、レベルシステムもありましたね。まあ、釣れる魚の数やリポップですが、中国での未成年のゲーム規制を考えてこの調整という噂も、単純に魚がどうのってよりもページの確率が個人的に渋すぎるので、そっちの方があれです。人活簿の畑って改善されたんだっけ？されてないんだとしたら、2.3 くらいで釣りてこ入れと予想します。まあ、今回は時町物語をサブアカ量産してコンプ予定の方は、運に負けると虚無なので頑張ってくださいって動画でした。